これなんて意味？これはね、こっちは来るで、こっちは横切るだから、だから横切って来い！違うでしょう。どうも、韓国に住む普通の韓国人、ガッチャンです。いや、英語なんてこんなんばっかですよね。ちとら習った通りに訳しただけなのに違うなんて言われても無茶な話です。じゃあ何、シチュエーションごとの訳し方を全部覚えなきゃってことがあって、それこそ無茶な話じゃないですか。だからこそ、そんな無茶をしなくても済むように、少しでも楽に意味不明な表現を理解できるように、ガッチャンがここ毎週イメージ化の動画を作ってるわけです。前置詞ってのは1対1の日本語訳じゃないということ、イメージの概念で押さえておくだけで、そこから派生する意味不明な表現も案外自然と把握ができるようになるつうことが、ガッチャン動画でちょっとずつ実感できてれば幸いです。アクロスって言われるとなんだかホテルの名前っぽいというか、中小企業の名前っぽいというか、そんな英語あったっけ感がするかもしれませんが、でも皆さん、さすがにクロスって言葉なら聞いたことあるでしょう。クロス、クロスワード、クロスロード、クロードクロス、なかなか聞き覚えのある単語じゃないでしょうか。そう、それです。実は十字架の形のことをクロスって言うんですよ。言われてみれば、クロスって言われて思いつくものってほとんど形状が十字架っぽくないですか。でしょう。そうなんです。そこに状態を表す接頭辞の A がくっついて前置詞になったものがアクロスってだけなんです。ほうって思うでしょう。つまりはアクロスの基本イメージってのはこうなんです。もう思いっきりクロスの形から来てるじゃないですか。そう、このまるで十字架のように交差したイメージ、おお、おお、まるで上から見下ろしたようなこの二次元の平面的なんつうか、クラスの基本イメージなんですね。いや別に完全に十字架型になる必要はなく、ただ交差してれば良いわけです。橋が横切ってあるんですよ、川をね、この図のまんまです。ドーナツハウスが横切って渡ったところにあるんですよ、道を。え、十字架の図のまんまでしょ。でもって、この十の字がどこからのって言われると、当然こっち側からしたらこっち側ですよね。つまりアクラスにどこからのって説明がつくと、当然この図の通り向かい側からのって意味になりますよね。from こっちからのこっち側なんですから。だからアクラスに from がついた across from ってのが、向こう側、向かい側、反対側って意味の慣用句としてものすごく使われるわけなんですね。こういう風に図にするとより分かりやすいことでしょう。ガソリンスタンドは渡ったところにあるんですよ。 from どこから？公園。だからつまりこれはガソリンスタンドが公園の向かい側にあるってことなんですね。では逆に公園側から見ても同じことが言えるでしょう。公園は渡ったところにあるんですよ。 from どこから？ガソリンスタンド。つまり公園はガソリンスタンドの向かい側にありますってことなんですね。ほら、仕組みを知ると超簡単でしょ。もちろんこれは実体があるものだけじゃなくて、足跡的な動いた跡としても使えますね。あくまでもこのイメージで解釈すればいいわけです。このイメージ通り、あれは走っても当たった道をと解釈すればいいのですからね。実体があろうがなかろうが、あくまでこのイメージ通りにアクラスってのは交差してたり渡ったり、渡ったところにあるものだと考えると、まず楽に理解ができるでしょう。空間的には、いや、これまでの前置詞の動画の数々を見るに、このアクラスだってきっと空間的な意味以外にも抽象的な意味が派生するに違いねえ。正解、その通りです。そりゃもちろんどれもこれも究極的にはこの形から発想すればいいわけですが、実はですね、ちょっと大まかに絞ってしまうと、アクラスは大体大まかに3つのカテゴリーに絞られちゃうんです。それさえ知っておけば、アクラスを使ったいろんな抽象的な意味を持つ表現なんか、今後はずっと楽に発想できそうじゃないですか。ね。どれもあくまでアクラスの持つ交差の形、十字架的な形、形から派生したんですから。この形よく見てください。こう進んでるものにこうぶち当たるわけじゃないですか。そう、実はアクラスってのはおおよそある単語で大体の意味が説明できちゃうんです。ズバリ、み、そう、アクラス
カーってのはそれ自体に、ね、出会いの要素が含まれてるわけですよ。その上イメージ的に各自の道を進んでる途中にばったり出会う図なわけですから、すなわちあらかじめ戦略をしたわけではない、約束をしてなかった上での出会いだということがこの図から連想できるじゃないですか。そうだから出会いの中でも特に偶然性の出会いということが伺えるわけです。私は横切ってきたんじゃなくて偶然出会ったって意味なんですね、ですから一次元的な意味というか空間的には至極単純に交差してる様子だとか向こう側に何かがある様子を指すのがアクロスなのですが、人との交差となると抽象的なイメージとしてこういった偶然の出会いという表現になるわけです。私偶然会ったんですよ、有名なムービースターに。では交差したのが人ではなくて物だったら、それもこの図のように考えれば簡単。こう存在しているものにこうぶち当たるわけですから、この場合 find 見つける要素も生まれるわけです。だから私は偶然出会ったというよりかは見つけたんですよ、この本図書館で、って解釈するとすごく自然ですよね。それでは人や物じゃなくてこのばったり見つけたものが意思とか考えとかだとしたら、良いアイデアが思い浮かんだってことになるわけです。この場合私一人の中での出来事ですが、これがもし出会ったのが他の誰かの考えだとしたら、交わらなそうな2つの考えとか意思が交わる時点ってのは合意点と見なせるんですね。私はそれして交差したんじゃなくて、あその含む意味合意点を見出したってことになるわけです。方によっては考えがぶつかるとかネガティブな解釈もできそうですが、クラスの場合考えが一致する瞬間というポジティブなクラスって感じの握手的な見方がイメージ的にはより自然なんです。もちろん合意以外にも空間的な場面でもお話しした実体のない道筋という使い方でもってアイディアとか考えを相手側にこうして伝えましたよって使い方もできますね。でもって何でも説明がついちゃうんです。ではここまで来たらもうとことん当たってしまおうじゃないですか。この際チャッチ道なんかだけじゃなく、もう線とかじゃなくても面積なんかを渡りきったら、もう面積っつうとあれですよ、国だとか地域だとかの広い規模、クラスで交差してる対象が国だとか地域だとかの広い面積規模になったら認識はどうなるかというと、単に渡ったという概念よりかはその面積の領域にもはや全般的に渡った広まった、線として渡ったという概念よりは面積の一方から一方へ、すなわち全般的にグイーンと広まったという見解、テレビシリーズの人気が国中に渡ったのですから全国的に人気があるってことになりますし、風が広まってるんですよ、どこに渡ったかってヨーロッパってことはヨーロッパ中に広まってるってことになるんですね。ちなみに全てとか全域という慣用句で有名なのがこれなのですが、このイメージですね、オードの面積全部を飲み込んじゃったような図になるわけです。だから意味が全般全体が全体って意味にまで広がるとは知らなかった人にとってはなかなか意外でしたでしょう。しかしまあどう広がっても基本はこのイメージから始まるということはいくつもの図でもってなんとなくお分かりになったことかと思います。いやでも待てよと、ちょっと待てよと、これだとさちょっと前に習得した前置詞のオーバーにそっくりじゃないかと思う人いるのではないでしょうか。Over to across 一見同じようなイメージで使えそうですが、ちゃんと微妙なニュアンスの違いがイメージ的に存在するのです。では一体イメージ的にどう使い分けてるのってことですよね。そいでもってもう一個待てよと、クラスってさ十字架っていう名前以外にもクラスって単語だけで交差するって使い方があった気がすると思い出した方もいるかもしれません。ちょっと待て、じゃあ同じ十字架のイメージだしこっちいらねえじゃん、これとこれ何が違うの、これとはどう違うのという
という2つのお話はビデオで続きをいたしましょう。そして先ほどcross に from がついて真正面の向かい側のという意味になるというお話をしましたが、これ逆に逆さまにして from across にしてしまうとまた全然違う意味になってしまうという辞書には載ってない面白話も微妙で続けていきたいと思います。ちなみに across from の方にはこの似たような日本語訳のできる単語がまた他にもありまして、ついでなのでその単語と混合しない方法についても紹介したいと思います。そしておまっけの極めつけに、先ほど謎解きしたカーナクラス、これの訳はと聞かれると、英語の勉強を頑張った方ならば10人中9人がこれを偶然出会うという慣用句で訳するわけですが、本当にその訳し方偶然出会うで全部 OK なのかという、なかなか他にはなかった着目点にもちょっと迫ってみたいと思います。おいこら、微妙の内容ばっか満載じゃんと思われるかもしれませんが、正直この動画でここまで紹介した内容さえあれば、このぎっしり詰まった内容だけでも努力次第で十分相当のレベルアップにつながるはずです。いや、時間的にも労力的にも自分はめちゃくちゃ楽をしたい、俺はその分の大事な時間に投資するぜってことのみ、微妙で引き続き高級知識を手軽にゲットすればいいだけのことでございます。そんなわけで YouTube 組の皆さんとは来週経路の全知3兄弟の最後の1人について特集します。いや、実は今回の内容、先週と今週と来週にかけて意外と兄弟的に内容がつながってるんですね。そう、この動画って実は密かに三部作の2個目だったんですよ。来週3人目の正体が明らかになることで、先週のプルーと今回のクラスの内容が一層理解を深めることになるでしょう。ご期待。どうですか、今まで横切るくらいにしか意識してこなかったクラスが、実はクラスの形からの派生で空間としての交座、二次元の図での横切るイメージという解釈以外にも、抽象的には人との偶然の出会い、物やアイデアの発見、意思の合致、そしてもっと広くは面積として税金広がるという大きく3つのカテゴリーに広がる、多様に使われているという概念と理由がようやく腑に落ちたことかと思いますが、偶然の出会いという概念をふんだんに含むアクロス、思えばこれってもろ私たちのことじゃないですかね。こんだけ離れて暮らしてて、本来ならば一生知り合うこともなかった我々は、動画の上でこうして巡り合ったのを偶然の出会いと呼ばずに何と呼ぶ。しかし一度目なら偶然だけど、二度目以降はあなたの選択。この動画がもしあなたにとってガッチャの動画との初めての出会いじゃなければ、それはもう偶然とは呼ばない、あくまでもあなたの選択。その選択がきっと何より価値あるものだと信じる方へと全てをかけた私が、こうしてコツコツ作ってんのがこの動画なんです。あなたの選択と私の努力がクロスした今この瞬間、この瞬間はきっとただの偶然ではないのだから、これがいつかあなたにとっての踏み台になりますように。